21-2、怖い。と鶴が全身で震えながら言った。怖いわ、死にそうよ。モンドの将は優しく背を撫でてやった。安心をし、無理なことはしないからね。ゆっくりお休み。私、これから先も同じようなんでしょうか。そんなことは考えない方がいい。モンドの将が言った。きっと自然にうまくいくさ。男にも女にも生まれつき備わっているものだし、無理に焦ったり先を急いだりすることではないんだよ。私、悪うございました。鶴は抱かれたまま、まだ震えが止まらず、モンドの将の寝巻きにしがみつき、彼の胸に顔を押しつけながらささやいた。ずいぶんわがままでひどい意地悪ばかりしてきました。でも本当はあなたが好きだったんです。好きだから意地悪をしたのか。そんな風におっしゃらないで。鶴は彼の胸にもっと顔を押しつけた。好きだと気がついたのは後のことで、初めはあなたが憎かったんです。あなたは家中第一の出世をなさいました。どこへ行ってもあなたの名が耳に入り、あなたの評判を聞かされるんです。私、そういうあなたが憎くて憎くて、何かあったら思い知らせてあげようなどと決心したくらいでした。そうして無知を拾えと言ったわけか。鶴は身もだえをした。もう二度とそのことはおっしゃらないで。いいとも、二度とは言わないよ。祝言をしてこの屋敷で一緒に暮らすようになってから、私、あなたを心底好きなんだと気がつきました。けれどもあなたは感づいてはくださらなかった。女の狭い胸でこうもしたらああもしたらといろいろやってみても、あなたは知らん顔で、鶴の気持ちなど一遍も思いやってくださろうとはなさいませんでした。私が25になるまでは本当の夫婦にはならないとお前に約束させられたことを覚えているか。忘れていません。でも、と言って鶴は顔をモンドの将の脇の下の方へずらし、よく聞き取れないほど声を潜めた。でもあなたはそんなことに構わず、襖を蹴破ってでも入ってきてくださればよかったんです。あなたは三浦家のご主人、私はその妻だったんですもの。私も若かった。彼は鶴の背をそっと叩いてやりながら言った。それ以上に鶴は若かった。そんな無理をしても無事に収まったとは思えない。これまで待っていてよかったんだ。私たち二人にはこれだけの時が必要だったんだよ。私のことを憎んではいらっしゃいませんの。モンドの将は鶴の顎に手をやって顔を上げさせ、心のこもった頬ずりをした。長い間苦労させたね。これからも無事に行くかどうかはわからないが、私の心だけは一生変わらないよ。鶴はまたモンドの将にすがりつき、声を殺して忍び泣いた。男の苦しみと女の苦しみは違う。鶴は鶴なりに、私には思い及ばないことで苦しみに耐えてきたのだ。妻の小柄な体を抱きしめながら、モンドの将はそう思った。それから5日目、10月中旬の末になって、途上するようにという使者が来た。理由は書いてなかったし、使者の2人も知らないようであった。署名は家老の波岡五郎太夫、副書は年寄り役肝入りの安西左京と柳田立脇である。モンドの将は承知して使者を返した。鶴は使者の来た時から顔を青白くこわばらせていたが、途上の支度をする時、モンドの将が杉本大作に白い下着を出させるのを見ると、白くなった唇を震わせながら、救いを求めるような目で夫の目を見上げた。モンドの将は微笑し、大丈夫だ、心配することはない、というようにうなずいてみせた。友は杉本大作、ハサミ箱を担ぐのは重吉であった。この藩では住職格以上の者には狭いけれども自分の部屋がある。当侍と焚き火の間の対面にあり、坊と呼ばれていい、専属の茶坊主が詰めていた。モンドの将が入ると
口番の侍の一人が慌てて奥へ行き、すぐに中年の茶坊主が出てきて、こちらへと丁重に棒の一つへ案内した。これまでに例のないことで、杉本の全神経がピリピリと緊張するのが分かったし、門戸の将自身も危険を感じた。これから何が起こるかわからないが、と門戸の将は半ば自分を納得させるような口ぶりで杉本に言った。その時、うろたえたり、未練な振る舞いをしてはならんぞ。杉本は、はい、と答え、口を一文字に結んでハサミ箱を開けた。のしめ朝上下に着替えながら、ここで襲われたら逃れようがないなと、門戸の将は思った。棒は狭く、畳10畳ほどしかない。廊下へ出ればなんとかなる。しかし彼らはそうはしないだろう。彼はそう思いながら、左右の壁と庭に面しているらしい障子、そして廊下に通ずる襖戸に目を配った。杉本大作も同じ気持ちでいることは、その身構えと敏捷に動く目つきで分かった。落ち着くんだ、杉本。と門戸の将が囁いた。いずれにせよ、長いことではないからな。杉本はまた、はい、と答えただけであった。そこへ廊下をこっちへ来る足音がし、門戸の将は脇差しを左の手に持ち替えた。だが入ってきたのはさっきの茶坊主で、大書院へどうぞと言った。門戸の将は杉本を見て、軽はずみはするな、というようにうなずき、茶坊主の後から出て行きながら脇差しをそっと右手に持ち直した。奏者役の者がしばらく待つように言って去り、大書院は門戸の将一人になった。そこへは二度か三度しか来たことはない。正面に古い絵を貼った上段があり、藩主の在獄中は香炉や手あぶりがあった。今はきれいに何もない。上段の背後にある狩野派の骨がひっそりと薄暗い大書院全体にかえって陰気な嘲笑的な感じを与えているようであった。門戸の将は脇差しを右に引きつけ、いつでも抜けるように身構えた。長くは待たせず、入り側から五人が入ってきた。奏者役が門戸の将の名を告げ、四人は上段の下に座った。波岡五郎太夫の顔には、江戸にいた時見覚えがあった。隣にいるのが安西左京であろう。これは初めて見る顔であった。しかし柳田立脇、もちろん先代の子であろうが、それらしい顔は見えなかった。上位と言って、波岡が宝書を掲げ、門戸の将は平伏した。平伏はしたが、門戸の将は四方に神経を配り、こっちから襲われたらこうと密かに黙測していた。その方と波岡が宝書を掲げて読み出した。領内測量の功。講義において重く認められ、特にお褒めの言葉を賜った。よって三浦家を本地に直し、700石、書院番を命ずるものなり。門戸の将は頭を上げて、ありがたくお受けつかまつります、と答えた。そして四人が去っていったとき、勝負は俺の勝ちだったと門戸の将は思った。彼らは俺を殺せなかった。正春のそういった言葉が、記憶の中にまざまざとよみがえってきた。そうだ、彼らはこの俺にも手が出せなかった。大吾、俺は勝ったぞ。と心の中で力強く叫びながら、門戸の将は静かに立ち上がった。